V2 ロケットは第二次世界大戦中にドイツが開発した世界初の軍事用液体燃料ミサイルであり弾道ミサイルである。それ以前から開発されていたアグリガットロケットシリーズの A4 ロケットを転用実用兵器化し宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッペルスが報復兵器第2号と命名したためこの名で呼ばれることとなった。この兵器は同大戦末期 主にイギリスとベルギーの目標に対し発射された。後にアメリカ合衆国でアポロ計画を主導したベルナー・フォン・ブラウンが計画に参加し設計を行ったことで知られる。牽引式発射装置上の V2927 年に結成されたドイツ宇宙旅行協会は宇宙旅行を目指して1929年頃から液体燃料ロケットを研究していた。 ベルサイユ条約で大型兵器の開発を禁止されていたバイマル共和国の陸軍は1932年に同協会が開発中の液体燃料ロケットが持つ長距離攻撃兵器としての可能性に注目。バルター・ドルンベルガー陸軍隊員は資金繰りに悩むアマチュア研究者だったベルナー・フォン・ブラウンらの才能を見抜き陸軍兵器局の液体燃料ロケット研究所で 研究を続けるよう勧誘した。フォン・ブラウンらはこれに応じて同研究所に参加、1934年12月、エタノールと液体酸素を推進剤とする小型の A2 ロケットの飛行実験を成功させた。1936年までには、チームは A2 ロケットの開発計画を終了し、新たに A3 と A4 の開発に着手した。後者は、 射程距離 175km、最大高度 80km、搭載量約1トンとして設計された。フォン・ブラウンの設計するロケットは、兵器としての現実性を増しつつあり、ドルンベルガーは実験規模を拡大し、かつ研究活動を取得するため、開発チームを、ベルリン近郊のクマースドルフ、陸軍兵器実験場から、ドイツ北部バルト海沿岸のウーゼドム島ペーネミウンデに、 新設したペーネミウンで陸軍兵器実験場に移した A4 の約1、2スケールモデルの A3 は4回の打ち上げにすべて失敗したため A5 の設計が始められた。このバージョンは完璧な信頼性を備え、1941年までに約70機が試射された。最初の A4 は1942年3月に飛行し、 およそ1 6トル飛んで海中に落下した。2回目の打ち上げでは高度1 1 2トルに到達して爆発した。1942年10月3日の3回目の打ち上げで成功。ロケットは完全な軌跡を描き宇宙空間に到達した初の人工物体となって1 9 2トル先に落下した。ヒトラーは1939年に クマースドルフ陸軍兵器実験場で2回の死者を視察するまでは兵器としての潜在性を認識していなかったが、視察後、関心を抱いた。V2 の量産は軍事大臣のでゲルハルト・ディジェンコルブに承認された。彼らは権限を持っており、些細なことでも承認を得るのにエネルギーを費やしたと、後にホン・ブラウンは語っている。干渉にもかかわらず、2年間で100機の V2 が、 製造された。1940年頃からイギリス軍情報部は写真偵察からこの開発計画を察知し、1943年8月にベーヌミュンデを爆撃した。このため、同年11月から生産テスト発射訓練部隊は内陸部奥深くの武装新衛隊演習場ハイデラー側に移動した。1944年5月には、 死者されたミサイルをポーランド人レジスタンスが武ク側の土手から回収し、極めて重要な技術的詳細をイギリスに伝えたこともあり、連合軍はペーネミュンデを数回にわたって爆撃し、研究と生産を遅延させた。新衛隊はロケット開発を傘下に収めようとして、司令官を陸軍のレオ参戦から新衛隊のハンスカムラーへ交代させようとしたが、 ドルンベルガーはこれを阻止した。新衛隊は諦めず、1944年にフォン・ブラウンを東プロイセンのゲシュタポへ召喚し、ハインリヒ・ヒムラーは彼に軍を除隊して、彼のために働くように強制しようとした。フォン・ブラウンは、この要請を辞退した。数日後、彼は3人のゲシュタポによって逮捕され、2週間後に、シュテティーンの収容所において、軍用のロケットには、 関心がなく宇宙探査を目的として働いていて、イギリスへロケットの設計図とともに小型機で亡命する計画があるという権威により、新衛隊による裁判にかけられた。ドルーンベルガーはヒトラーにフォン・ブラウンの釈放を直訴して釈放された。V2 を移動式の兵器にするためには一つの問題を解決する必要があった。それは研究室に近い環境で推進剤の重点。 整備、設定を必要としたことである。軍の専門家たちは移動式が最適であると考えたが、両方の方式が試された。ドルンベルガーは当初からトラクター牽引式の発射装置を想定し、ロケットのサイズを鉄道、道路での輸送が可能な範囲に止めることを設計条件としていた。アドルフ・ヒトラーは地下発射陣地にこだわり、最初の陣地建設が カレー近くで1943年に開始されたが、イギリスは直ちにこれを爆撃して破壊した。この一連の作戦は、クロスボウ作戦として著名。このため地下発射陣地建設計画は破棄され、ミサイル、人員、機器、燃料を乗せた約30台の各種車両からなる技術、部隊、発射部隊が編成された。ペーネミューンでの技術者たちは、 メイハーワガンとして知られる移動式の発射装置を開発した。ミサイルは陣地の設営から4から6時間で発射できた。ミサイルは工場から車上近くまで鉄道輸送され、運搬車に乗せ替えて車上まで道路輸送された。弾頭が取り付けられた後、発射部隊がミサイルを発射台兼用車に移し、液体燃料を注入して発射した。 ミサイルは事実上どこからでも発射可能でカモフラージュの観点から特に森林の道路上が好まれた。射上決定から発射までの所要時間は4から6時間程度で機動性の高い小部隊だったため一度として敵空軍に捕捉されたことはなかった。なお、報復兵器のうち V1 は空軍所管だったのに対し V2 は陸軍が所管した。これは V1 が飛行爆弾で無人の攻撃機とみなされたのに対して V2 はロケットで巨大で高性能な砲弾と考えられたことによる。V2 はドイツ中部のノルトハウゼン近郊の岩塩採掘港を利用した工場で近隣に設けられたミッテルドーラ強制収容所の収容者により生産された。その多くはフランスとソ連の戦争捕虜で劣悪な環境の中、 そのうち、約1万人が、過労死したり警備員の手で殺された。皮肉にもこの数は、V2 の実際の攻撃による死者数を上回っている。最初に運用段階に達したのは、第444砲兵大隊で、1944年9月2日、当時解放されたばかりのパリを攻撃すべく、ベルギーのファリーズ近くに発射基地を設営した。翌日には、 第485砲兵大隊がロンドン攻撃のためにハーグに移動した。数日間は打ち上げは失敗に終わったが9月8日両部隊とも成功した。続く数ヶ月間に発射された総数は次の通り。岩塩港後に設置された生産ラインドーラの死体焼却路1945年3月3日連合国軍は ハーグ近郊の V2 と発射設備を大規模爆撃で破壊しようと試みたが、広報誤差のためベザイデンハウゼクイッが破壊され、市民におよそ500名の死者を出した。V2 の軍事的効果は限定的であった。ごく初歩的な誘導システムは特定目標を照準できず、命中精度は現在の基準では実用的ではないくらい低く7から 17km だった。 コストは4発で、おおむね爆撃機1機に匹敵した。ただし心理的効果は、かなり大きく、爆撃機や特徴的なウナリオンを発する V1 飛行爆弾と、違い、超音速で前触れもなく飛来し、既存の兵器では、迎撃不可能な V には、ドイツにとって有用な兵器たり得た。特に、ロンドン市民は、連日の攻撃に、多大な不安にさらされ、 市街地への被害も甚大であった。最大射程は3 2 0トルで、最大射程時に飛行時間は5分半で、高度は9 3 3トルに到達した。発射されたミサイルのおよそ4%が発射後30秒間で故障した。およそ6%が弾頭の暴発やタンクの爆発で空中分解した。また再突入時にも構造の破壊で多数が失われた。 その結果、ロンドンへ向けて発射された1152機中、到達したのは半分以下の517機に過ぎなかった。アマトール爆薬が弾頭に使用された理由は、大気圏再突入時の防発を防ぎ、信頼性を高めるために低感度爆薬を選択しなければならなかったからである。一方、搭載されていた触発信管は高感度で連合国側で発見された。 不発弾頭はわずか2機のみだった。反面迎撃不可能ゆえに、V2 の攻撃を阻止するには、発射基地を制圧する必要があり、かえって連合軍のドイツ進行を早める、動機づけにもなった。そのような意味では、ドイツの敗北を早めた兵器とも言える。一方、同じ報復兵器の V1 飛行爆弾は、低速で迎撃が可能な分、かえってそのために戦力を咲かねばならず、 戦略的には V により効果があったとも言える。V1 飛行爆弾は V2 ロケットのおよそ1、10の費用で開発、生産され、V2 とは異なり、入手の比較的容易な燃料のみが必要で、徐々に蒸発する極低温の液体酸素のような酸化剤は不要で、それでいて弾頭の重量は 850kg あり、V2 と比較して破壊力は遜色なかった。 その結果、24,200機の V1 が発射されたのに、対して V2 は3,500機の発射数で、V1 は平均すると110機、日の発射に対して、V2 は16機、日の発射に止まった。実質的に与えた損害においては、V2 よりも V1 の方が多かったことが、戦後の調査で判明している。V1 の弾頭は、 V2 の弾頭のように大気潜在突入による加熱がないため、暴発せず、V2 の弾頭は垂直に近い角度で高速で、建物や地面に貫入してから爆発するので爆風が緩和されたが、V1 の弾頭は比較的浅い角度で低速で突入して、建物の表面付近で爆発するので爆風の及ぼす範囲が広かった。さらに、 V2 は前触れなく突然落下するのに対して V1 の発する特有の音は恐怖をもたらす心理的な効果があった。上記の欠点を嫌った軍需大臣アルベルト・シュペアはより小型で使い勝手の良い兵器の開発を望んだが大型兵器による戦局打破にこだわったヒトラーに押し切られ製造が続けられた。アメリカのバンパーの死者戦争の末期には V にロケットと技術者たちをできるだけ多く獲得するレースが行われた。1945年8月半ばにアメリカ軍はペーパークリップ作戦の下で貨車300両分の V にとその部品を露飼し、オルガー N と太い大佐はジョージュ・パットン大将率いる第3軍に投降したフォン・ブラウニア・ドルンベルガー将軍をはじめとする126人の主要な設計技術者を アメリカ合衆国に連れ帰った。ニューメキシコ州ホワイトサンズミサイル実験場には215基分の燃焼機と180基分の推進材タンクと90基分の尾翼と100基分の黒煙の変流板と200基分のターボポンプが持ち込まれた。当初は大半のドイツ製のロケットはアメリカで飛行可能な状態で持ち帰られたと考えられたが実際にはどれも 飛行可能な状態ではなかったために、ゼネラルエレクトリック社が陸軍交渉と V2 の組み立てと発射の契約を交わした。接収され、ホワイトサンズに持ち込まれた V2 の部品は豊富にあったものの、制御装置のような機材は逼迫していた。ドイツから接収したジャイロスコープは50台のみで、それらの大半は劣悪な状況であった。 それぞれのロケットには2台のジャイロスコープが必要で、他にも配電盤の多くの配線が不足していることが判明したため、試射計画の後半には、GE 社はジャイロスコープと誘導装置を製造するとともに、経年劣化していたドイツ製の推進材配管を交換した。V2 の52%に変更が施されて、ホワイトサンズから発射され、71%は、 設計重量を超えた。2200ポンドの弾頭を含む V2 の標準的な空気重量は8000ポンドだったが、発射されたロケットの空気重量はペイロードが19%増えたことにより9218ポンドになり、1951年以降はすべての V2 に改良が施され、47%以上ペイロードが追加されたことで、 最大全部重量は28,400ポンドになった。すべての部品は、組み立て前に性能と状態が検査され、修理や調整が必要な部品は再度試験された。大型の部品は、組み付け前に完全に試験が実施され、2回の総合試験が、組み立て棟を離れる前に実施され、射点では総合試験が前日に実施され、発射当日に推進剤が充填された。 その後数年間、アメリカのロケット計画は未使用の V2 ロケットを活用して進められた。これらの改良型 V2 の一つである二段式のバンパーは1949年2月24日の試験飛行で当時の高度記録である 400km を達成した。V2 の打ち上げは68%が成功したが、失敗した打ち上げからも多くの貴重な情報が得られた。 1946年から1952年にかけて合計67機の V2 ロケットがホワイトサンズから発射され多くの価値ある情報をアメリカにもたらした。フォン・ブラウンはアメリカ陸軍のレッドストーン兵器省に勤務し1950年からはアラバマ州ハンツビルに居住。後にレッドストーン、ジュピター、ジュピターシー、パーシングそしてサターンなど ほぼすべてのアメリカのロケットの生みの親となった。アメリカ海軍では接収した V2 を小型化したバイキングを開発して、後に人工衛星打ち上げ用のヴァンガードに発展させた。ソ連もまた多数の V2 ロケットと250人余りの技術者を捉えた。元共産党員の妻を持つヘルムート・グレトルップがこのグループを率いた。彼らはドイツ国内で ロケット研究を継続できるという条件でソ連軍に協力したが戦後しばらくの間ドイツ国内でソビエト人技術者たちと共に開発作業に従事したが1946年にソ連は突如彼らをソ連国内の孤島に隔離収容して V2 ロケットをもとに多くの新しいミサイルの開発を行わせたセルゲイ・コロリフのチームは V にロケットの複製 R-1 を製作する。コロリョフはドイツ人に教えを交うたり、ドイツ人たちが隔離されている島を訪問したことはなかったが、対照的にオーク部 -456 のバレンピン、グルシコは積極的にドイツ人たちからノウハウを吸収した。オーク部 -456 ではソビエト人のチームによってドイツから 帰国直後から改良型のエンジンの開発に着手された。彼らは計算によりターボポンプの回転数を高めて推進剤の供給量と燃焼室の圧力を上げることで水力を大幅に増大させることが可能であると理解していた。この時、ドイツ人技術者たちには新設計のエンジンの詳細は知らされず、 RD-100 の生産が軌道に乗ってからは彼らの支援はもはや必要なかった。グレトロップを主領とするドイツ人のチームは G-1 というロケットの設計を進めた。G-1 は大きさは V2 と同じだが、推進剤のタンクが荷重を負担するようにして構造体を軽量化することにより、推進剤の搭載量を増やし、大気圏再突入時に弾頭を分離式にして、 誘導、制御を地上から電波で行うようにして、機はじめの誘導装置を可能な限り簡略化する仕様だった。推進剤のタンクに荷重を負担させるという概念自体はすでに1920年代初頭に、ヘルマン・オーベルトが彼の著作でタンクに荷重を分担させるべきであると記していて、1941年にベーネ・ミュンデを訪問時にも提言していたが、 当時は軽量化よりも早期の実用化が優先されており採用されなかった。エンジンの配置も大幅に変更され、推進材を供給するポンプを駆動するタービンは燃焼室からのガスで直接駆動された。新しい無線制御装置により精度が向上した。速度は単に計測されただけでなく、無線で軌道を修正された。 エンジンの水力を制御することで速度を調整することは画期的で1955年にこの装置は開発されたが1957年に R-7 大陸間弾道ミサイルに搭載されるまで実用に供されなかった誘導装置も簡略化され一自由度のジャイロスコープが備えられ V2 ではアスキャニアという油圧式の操舵装置が搭載されていたが G-1 では空圧式に変更され、これにより付随装置も大幅に軽量化され、構造体の重量は3.17トンから1.87トンに大幅に軽量化され、弾頭重量は7 5 0ラムから9 5 0ラムへ増加して、尾翼は小型化され、機体は軽合金星になった。ドイツ人技術者たちはロケットのソビエトの国産化に貢献したが、 ドイツ人の設計によるものは一つも生産されたものはなかった。1950年代にソ連の技術者が十分な経験を積むと、ドイツ人技術者は東ドイツに帰国させられた。ドイツ人技術者のノウハウをもとに、ソ連が開発したミサイルには、V2 のコピー R-1、射程円新型 R-2、R-3、ソ連で最初に、 核弾頭を搭載した R-5 及び R-5M などがある。スカットミサイルはそれらの技術から発展した戦術ミサイルである。同様にイギリスは少数の部位にミサイルを捕獲し、いくつかを北ドイツの車上でバックファイア作戦として打ち上げた。しかし、関係した技術者はすでに試験完了後にアメリカに移ることに合意していた。 同作戦の報告は、あらゆる支援手順、専用の車両、そして燃料合成を含む広範囲な技術文書を残した。フランス軍備研究局もまた、ドイツからの資料を得て、イギリスが追求を諦めた、ベーネ・ミュンデ系のドイツ人技術者をベルノンに招聘し、弾道技術、航空力学研究所を設立、陸軍の将来ミサイルの開発を行わせることとした。 ジャン・ジャック・バール・モローバに参加したほか、ドイツ人研究者には、アリアンのバイキングエンジンを生み出したハインツ・ブリュンゲルや、磁気軸受けを開発したヘルムート・ハーベルマンも、含まれていた。フランスでは、欧州での第二次世界大戦終結後のわずか1週間後の1945年6月12日に、戦時中のドイツで開発されたロケット技術を入手するための CPA が設立された。 1946年の5月から9月にかけて、フランスはこの目的のために30人のドイツ人技術者たちを雇用して、ベルノンに老婆の施設を設立した。1946年8月にこのグループはすでに、後にアリアンドケットへと発展する液体推進系の開発に着手していた。2段階の計画が策定された。まずは、フランス国内で、 V2 ロケットを量産と試験施設が必要だった。そこでは V2 ロケットの発展型である A8 の開発と量産が予定された。1946年11月にアルジェリアのコロムベシャール近郊の施設が V2 の飛行試験のために選定された。試験は順調に進むかに見えたが、1947年初頭にアメリカとソビエトが フランスが必要とした30機の V2 の取得を阻み、そのためアルジェリアで飛行試験を開始することができなくなった。ローバのドイツ人技術者たちは4211計画の一環でフランスが A8 の飛行試験を実施できるように開発を支援した。並行してジャンジャック・バールのチームは4212計画の一環として純粋な フランス製ロケットである EA1941 の開発を進めた。A8 をもとに計画されたシュペル V-2 ロケットは外見こそ V-2 ロケットに似ていたものの、水力は40トンに強化され、戦略兵器として有効な推進剤は、ケロシンと常温でも貯蔵可能な硝酸を酸化剤として使用するものになった。 開発は主に理論面と賞賛の取り扱いと水力40トンのエンジンのガス発生器の地上試験が実施されたが予算を並行するに計画に投じることはできないという政府の判断により試作機を製造するための予算は拒出されず1948年にシュペル V に計画は中止され4トンの水力のエンジンを備えた1、10サイズのベロニク 4213計画になった。ローバの任務は V2 の改良であった。1946年から1949年にかけてドイツのフランスの占領地でドイツ人技術者たちに開発を進めさせた。A8 の計画をもとにしたシュペル V-2 と呼ばれた改良型 V2 では製造が簡素化されタンク構造とより合成の強い特殊鋼の採用で、 エンジン水力を40トンに向上させ、射程を7 0 0キロメートルに向上させる計画であった。しかし、軍は、老バに、ソ連爆撃機の脅威に対抗するべく、パルカ長距離対空ミサイルの開発を要請し、デファは1949年に、計画の棚上げを決定した。対空ミサイル計画は、試作機が要求を満たせない状態が続き、1958年に、 アメリカのフォークミサイルのライセンス生産が決定したことで計画は停止されたものの追跡装置やアクチュエーターに関する研究はフォークミサイルに対する老婆の関与を深めることができた。一方、バールのチームと並行して開発を進めていたドイツ人の技術者のチームは1949年により技術的な任意度の低い水力4トンの液体燃料エンジンを搭載し、 高度 100km の弾道飛行中に 61kg の化学機器を運ぶことを目標としたベロニクロケットを開発した。誘導システムを持たず、推進剤加圧システムにターボポンプがないなど、簡素化が行われたものの、当初は不安定燃焼の問題に突き当たった。しかし、1954年に解決を果たし、アルジェリア南部のアマニエールから試験機の打ち上げが行われた。以後 こちらがフランスのロケット開発の主流になる。その後、国際地球観測年の観測の一環として、上層大気の研究が行われることとなり、より強力なベロニク AVI が作られた。これは 200km の高度に装置類を投入することを目的とした。予算上の理由から初打ち上げは1959年3月7日に行われた。これは失敗だったものの、 3日後に行われた2号機は 137km の高度に達し、上層大気で風を測定する化学実験を行うことができた。同型機は1959年から1969年までの間に48機が打ち上げられ、81.5%の成功を記録した。続いて、ベロニクアギが開発され、生き物への加速度や、 振動の影響を研究するために利用された。ベローニクアギは高度3 6 5トルに到達している。カナディアンアローでは A4 のエンジンのレプリカを使用する予定で、地上試験まで実施された。エンジンのカットアウェア化は燃料であるエタノールの配管青は液体酸素の配管黄色のタンクはターボポンプ駆動用の過酸化水素のタンク水力、変更版、 V2 の射程距離は約1 0 0 0ラムの弾頭でおよそ3 0 0トルであった。その他の仕様は次の通り、推進剤はアルコールと水の混合燃料および液体酸素である。混合燃料は重量軽減のためアルミニウムの燃料タンクに貯蔵されたが、アルミニウムは希少かつ高価であったため、ドイツの戦時経済にとっては大きな負担となった。推進剤は 加酸化水素によって駆動されるターボポンプによって種燃焼室に運ばれる。この時、アルコールと液体酸素の混合比が常に適切になるように、いくつかのノズルを通る。また、燃料は種燃焼器の壁を通るようになっており、これは混合燃料を予熱すると同時に、再生冷却によって燃焼室を冷却して、加熱による強度低下や溶融を防ぐ働きをしている。 再生冷却だけでは冷却が不十分のため燃焼ガスが燃焼室の壁面と接触しないようにフィルム冷却のために燃料のエタノールを噴射した毎秒 125kg の水深剤を燃焼した燃焼室の頂部に18個の羅発状の燃焼器があるそれぞれの水力は1.50両トンで試作時にはアルミニウム製だったが量産時には高性になり 溶接で固定された。離陸時の総重量12.8トンに対してエンジンの水力は250両トンだったが、これは現在の基準に照らし合わせると明らかに過剰だった。推進剤のタンクはフリードリヒスハーフェンのチェッペリンの工場で減らし彫りで製造された。ロケットの進行方向を変えるための燃焼ガスの向きを制御する方式として、 国煙製の水力変更版が使われた。これは現在の大気圏外を飛行するロケットで主流の方式であるジンバル機構に比べると燃焼ガスの運動量損失が大きいという欠点はあるが機構がごく簡単なため当時の工作技術の下では合理的な選択であった。水力変更版は離陸後低速時には安定翼の効果が不十分なので十分な速度に 達するまで効果があった。大気圏外に到達する時には、エンジンは停止して、完成で放物線上に飛行した。ロケットの軌道制御として、真空管を用いた簡単なアナログコンピュータによる、完成誘導が用いられた。試験段階では、ロケットの激しい振動によって、真空管のフィラメントが切れたため、制御不能となったロケットが、 試験場周辺に墜落するという事故が絶えなかったが、原因が分かって、防振対策が施されてから安定飛行するようになった。飛行距離は燃料残量で計算され、燃焼が完了するとロケットは加速を停止し、ほどなく放物線カーブの頂点に達した。しかし、命中精度が低く、兵器としての価値はさほどのものではなかった。このことから、 後期になると地上から送信する電波信号で目標への誘導する方式のものも作られた。作戦用の部位には大抵何種類かの明細パターンで塗装されたが終戦近くには全面オリーブドラブ塗装も見られた。試験段階における特徴的な白と黒の市松模様の塗装は写真が何枚も残されており印象的だがこれはセンサーなどの未発達な当時において 目視や写真からロケットの姿勢を判断しやすくするための簡単かつ効果的なアイデアで後にロケット開発に参入した国々の機体にも見られるものである。ありがとうございます。